はい、ということで、中休憩入りましたんで、ちょっと寝たいと思います。はい、ということで仕事終わりまして、職場の方に、本が届きました。はい、読んでいきたいと思います。はい、読みます。おはようございます。はい、今日も公開されてやっといます。役立ちの音が聞きます。無視っす、無視っす、バイバイ。もうその時やばいじゃないですか。はい、ということで寝ます。おはようございます。今日もこういう感じでやっていきます。栄養とかきます。はい、読書します。はい、ということで散歩します。よし。はい、ということで風呂入ります。はい、ということで寝ます。おはようございます。はい、今日もここでやっていきます。はい、ドッキーやります。はい、無視です。はい、仕事が大事で帰ってきて、お風呂入ってきました。はい、ということで寝ます。おはようございます。はい、今日も、ここでやっていきます。はい、今音が聞きます。はい、ということで仕事の方がね、午前中で終わりましたんで、近くの、八伏山っていうところにね、1時間ぐらいかかるんですけども、それに登っていきたいと思います。頂上到着しました。はい、ボキエルス。はい、行きます。おはようございます。はい、今日も声かけてやっていきます。はい、今音かけます。読書します。よしです。はい、ということで寝ます。おはようございます。はい、今日も声かけてやっていきます。はい、ノート書きます。はい、仕事終わりましたんで、ちょっと、動画編集の方を進めていきたいと思います。トマト、風呂入ります。はい、トマト入ります。おはようございます。はい、今日も声かけてやっていきます。読書します。はい、飯です。飯です。いいです。うん、うまい。飯です。はい、おはようございます。はい、今日も公開でやっていきます。はい、もう届きます。はい、休憩中に読書します。メッシュ。はい、ということで、仕事開始でした。はい、ます。
うございます。はい、今日も高額でやっていきます。はい、ノート書きます。はい、文房具やります。はい、読書します。はい、仕事から帰ってきました。はい、出ます。はい、ということで、動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。はい、今後の予定といたしましては、一応6月の中日から6月末まで、福井の方に、帰りまして、まあ、引っ越し、転入転出のね、手続きを終わらせて、7月から、8月末まで、もう一回兵庫県に戻って、住み込みアルバイト生活をして、9月から、本格的に、クレープ屋オープンに向けて、まあ、実家の古い家の方を開拓していければなというふうに思っております。まあ、引き続き応援のほどよろしくお願いします。はい、それじゃあ次の動画で